皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回はこちらの新作ホラーゲーム、ハッピーハンブルバーガーバーンをプレイさせていただきたいと思います。バーガー？独立したパンの間にハンバーグとかを挟んだもののこと？どういった内容のゲームなんだろう。簡単に説明すると怪奇現象の多発するハンバーガー屋さんで働くゲームだね。またバイト系のホラーゲームですか。これまでコンビニ、スーパーでの過酷なバイトをこなしてきた我々にとっちゃハンバーガー屋さんでの仕事なんて朝飯前ですよ。怪奇現象って、具体的にはどんなことが起こるんです？それは働いてみてからのお楽しみということで。お楽しみって？それではやっていきましょう。レッツ、プレイ。アプリシエート、ハブアハッピーハンブルデー。はい、ということで始まったみたいです。主人公は車の中で目覚めた感じですかね。右上に車で職場まで行き、脇に駐車せよって指示が表示されてるね。それじゃあ霊夢運転お願いね。任しとき、安全運転に定評のある霊夢様が職場までお連れしよう。霊夢の言う安全運転は全然安全じゃないから怖いです。お、看板広告が見えてきたね。何の広告だろう。路肩にバスが止まってる。人の気配はありませんね。おっと、こらこらこら、ちゃんと前見て運転してよう。ごめんごめん。この先にいくつもビルがあるね。そろそろ目的地に着くかな。お、ハッピーハンブルバーガーバーンの文字が見えてきましたな。ここで働くんですね。こんな人気のない場所にお客さん来るのかな。着いたでー。ダイナミック入店やめーや。店内には誰もいなさそうですな。え、それじゃあ主人公が車でガラ空きだったの？このお店、さすがに誰かしらいるでしょ。車を止めて中に入ってみましょう。その止め方やめなさいよ。車壊れちゃうでしょうが。お、画面が暗転したぞ。車から降りたようね。次の指示はタイムカードを押せか。主人公なかなかにボロッチい車に乗ってるのね。ボロッチくなったのはあなたのせいでしょうが。ふむ、ここが店の裏口か。開きました。棚に何か置いてあるね。タイムカードですね。これを押せばいいのですな。この先にタイムレコーダーありますよ。ポチッとな。次の指示はオープンサインをオンにしろ。業務看板を回転にしろってことか。なるほど、主人公が車で閉店していたんですね。それなら誰もいないの納得です。ほんじゃあ指示通り回転しますかね。ハンバーガーの具材が置いてあるね。絶対衛生的にまずいでしょこの置き方。お、具材を素手で掴んだぞ。もしかしてハンバーガー作れる感じ。手洗ってないのにそのまま具材触っちゃいかんでしょ。あ、こんなところにハンバーガーの作り方書いてあるじゃないの。 How to make a Happy's Deluxe？ ハンバーガーの商品名ハッピーズデラックスっていうのね。このお店の看板商品っぽいわね。一度食べてみたいですな。私は遠慮させていただきます。店内暗いな。どこかに明かりをつけるスイッチでもあるのかな。この注意書きはもしや、この先にトイレがあるのでは。トイレチェックしなくていいから。くそ、プレートが邪魔で中に入れんぞ。そんなことしてないでさっさと回転しましょうよ。くそ、便器見たかったのにな。おっきな牛さんのマスコットが置いてあるね。触ったら泣いたぞ。オープンサインありましたよ。これで回転になったかな。営業開始ですね。右上に入ってくる顧客を管理しろって表示されてますな。今のうちに看板商品のハンバーガー作っておいた方がいいのでは。このスイッチは明るくなった。店内の電気は今のスイッチでオンにできるんですね。音楽も流れ出しましたな。いい感じです。お客さん来てくれるかな。お、お客さんだ。開店して5分も経たずに入ってきたね。さてはお店が開くの待ってたな。意外と人気店なんですかねここ。いらっしゃいませー。ご注文はお決まりですか。おお、真顔でお金渡してきた。この人顔が怖い。とりあえずレジにお金を入れて。ご注文はシェイクとソフトドリンクですね。両方ともドリンクやんけ。よほど喉乾いてるのかな。まずはシェイクから。はいどうぞ。投げて渡すの？絶対今の受け取るときこぼれたでしょ。お次はソフトドリンク。これだね。お待たせいたしました。あ、ありがとうございました。またお越しくださいませ。今のお客さん立ち去るときさりげなくムーンウォーク見せつけてきたね。変なの。さて、レジのお金くすねますか。何さらっととんでもないことしようとしてんのよ。ダメだ、一度レジに入れたお金は取り出せないようになってるわ。取り出そうとするな。電子レンジだ。電子レンジだね。うむ、
あなたとんでもないことしようとしてない？お客さん来たみたいだね。何やってんの？いらっしゃいませー。なんだかさっきのお客さんと似てるわね。似てるっていうかさっきのお客さんと全く同じ顔やんけ。双子だったのかな？ご注文は何になさいますか？サーモンナゲット一つとシェイク一つですって。このお客さんも看板商品のバーガー注文せんのかい？まあここのお店のバーガーは衛生上問題がありますしね。なんだ今何かが床を張ってなかった？え、なになに？ほらよ。いや起きてるから。あ、めんごめんご。そのまま渡すんかい？文句一つ言わずに帰っていったねー。いいお客さんだ。一度床に落ちたものをお客さんに出すのはダメでしょ。なーに、帰って免疫力がつく。シェイクめっちゃ小さくなってるし。そろそろ誰かハンバーガー注文してくださいよー。あ、次のお客様来た。あらフライドポテトを買いに来た顔だ。なんで顔見ただけで相手が何を注文するのかわかるのよ。長年の経験ってやつ？長年ってあんたまだここに来て数分も経ってないでしょ。ほら見なさいよ、フライドポテトを渡したら満足げな顔して帰っていったわよ。え、今のお客さん本当にフライドポテトを買いに来てたの？うんうん。まぐれだよね。新しい指示が出たね。キッチンにあるゴミを外に捨ててこいだってさ。ゴミってのはこの袋のことですかね？そのようですな。ちゃちゃっと片付けちゃいましょう。止めてある車の横にゴミ置き場あるわね。ふむ、ここに捨てればいいようだね。オッケー、一袋目完了です。残りの二つも同じように処理するね。最後の一つを捨ててっと。これでゴミ処理ミッションはコンプリート。なんだか不穏な BGM が流れ出したぞ。ノイズを調させよって指示が表示されてるけど。あれ？裏口の扉が閉まってるぞ。本当だ。開かなくなってます。一体誰の仕業だろうねー。中から気味の悪いノイズが。仕方ない、正面の入り口から店内に入るか。怖い怖い怖い、ノイズというより人の叫び声みたいに聞こえるよ。お客さんのいたずらかも。いたずらだとしたら趣味が悪すぎます。店内の電気完全に消えちゃってるじゃん。早く電気つけてー。ポチッとな。ふう、明るくなった。これで少しは怖さが和らぎます。軽く見た感じ店内には誰もいなさそう。それじゃあ一体誰が扉を。あ、椅子で扉を突っかえさせて開けられないようにしてある。ひどい。なかなか悪質な嫌がらせですねー。これが霊夢の言っていた怪奇現象ですか。引き続き顧客の対応をしろって指示が表示されとる。この状況下でまだ仕事を続けろと？東方、この命が尽きるまで職務を全うする所存であります。あかん。というか仕事を続けろと言われてもお客さん来ないんじゃやることないね。防犯カメラでも見て時間潰しますか。あ、お客さん来た。へいらっしゃい。このお客さんは何を注文するのかな？バルディ先生？言われてみれば確かに似てるわね。もしや先ほどの一件、こやつの犯行か？シェイクをご希望のようです。なんでこのお店に来る人はどいつもこいつも飲み物ばかり注文するんだ。看板商品のハンバーガー頼んでよ。このお店のハンバーガーはバッチーってのみんな知っているのでしょうねー。おら、これを持ってとっとと帰りな。このお店結構儲かってそうなのに店員一人しかいないのってやっぱり怪奇現象が原因なのかな。次のお客さん来るまでハンバーガー作りますか。なんだか作っても意味ない気がしてきました。この調理台の上に具材を置いていけばいいのかな。どれも腐ってそうな色合いしてるわね。鮮度抜群のトマトに、血液がサラサラになる玉ねぎ、ビタミン E が豊富なレタス。あれ、これで完成じゃないの？あれを忘れてませんか？あれとは？ハンバーガーの命と言っても過言ではないあれよ。ああ、パテのことか、もっこり忘れてた。それ忘れちゃダメでしょ。しかしパテ見当たらないけどどこにあるんだろうね。探してみましょ。あった？うわぁ、絶対腐ってるでしょこのパテ。これをぶち込めば完成ってわけね。いやいや生はさすがにダメでしょ。めんどくさいなぁ、生でも別に良くない？良くないです。てかいつの間にかお客さんハッピーズデラックス注文しとるやん。今作ってるので少々お待ちを。思ったんだけどさ、この完成品サンプル渡した方が早くない？いつ作ったのかもわからないサンプル提供しちゃあかんでしょ。あれ？サンプル品渡されたお客さんが切れて店内の電気消しちゃった。真っ暗になったな。お店の外から妙なノイズが聞こえます。防犯カメラには何も映ってないけど。怖い。新たな指示が表示されましたよ。外にあるドライブスルーのスピーカーをチェックしろ。行きたくないなぁ。絶対何かいるパターンじゃないですか。ドライブスルーは確かこの辺だったよね。商品パネルが見えてきました。
おっと。え、なんでこんなところにマスコットが？めっちゃメニュー見とるやん。パケにされた牛さんの呪い？オフィスにある電話で上司に連絡しろですって。もうこんな気味の悪いお店やめちゃいましょうよ。給料10億円くらいに上げてもらおう。10億円あったらお店ごと変えちゃうわ。電話はこの先だよね。相変わらずノイズが流れてる。一旦電気をつけてっと。じわじわ来る怖さほんと苦手です。あれ、また扉椅子でロックされてるやん。ほんとなんなんですかこの職場。上司に連絡するね。お願い電話に出て。 Yeah, hello? Whoa, what?Who put the what in the cow? The cow's in the middle of the drive-thru. Is this a fucking joke? I don't know. What the fuck do you mean it walked over there? Alright. I'll get someone out there to move it. Just stay put. Stop causing trouble.なんか我々が牛を動かしたことになってない？怒ったことをありのままに話しただけなのに。わからずやだな、ここのマネージャーは。もうやめてやりましょうよこんなお店。やめる前にこのハンバーガーだけは完成させたい。なら火を通しましょ。電子レンジでチンするべ。電子レンジじゃダメでしょ。それじゃこのプレートか。肉の焼ける音がするね。お、焼けた焼けた。完成だね。おほう、いいっすねー。って気づけばお客さんいるじゃない？これ、どうぞ。え？また店内の電気が消えた。それだけじゃないよ。今回は野獣のような目をした無数の何かがこちらを見つめています。うわぁ、本当だ。気持ち悪いよ。よく見たらこれ全部顔やん。巨大な顔？店内の牛のマスコットがマネキンに置き換わってるし。これまで来店したお客さんにそっくりね。うげぇ。なんじゃこりゃ。地獄のような光景。四つん這いでめっちゃこっち見とる。なに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 。あれ？気味の悪い集団消えた？今の何だったんだろうね。幻覚でも見ていたのかしら。あれれ、なんだこの天井。え、まさかここってスタジオだったの？我々を利用して何かの実験でもしていたのか？何それ怖い。周りの風景も全て作られたものだったんか。主人公が車で飛び起きたの、妙だなぁとは思っていたんですよ。奇妙なアナウンスが流れてるね。こんなところに扉が。普通に開きましたな。暗いですね、主人公ライトとか持ってないのかな。立ち入り禁止区域？なぜハンバーガー屋さんの隣にこんな場所が？今のアナウンスよく聞いたら日本語だ。床に矢印が。そのまま道なりに進めってことかな。ほんとなんなんでしょうかこの場所。謎は深まるばかり。あ、誰かいます？この張り紙、日本語で避難について書かれてる。この人たちってハンバーガー屋さんに来たお客さんじゃないですか？一体全体どうなってるんだ。我々が今まで対応していたお客さんって全て作られた存在だったのでしょうか？それならみんな顔が同じなのも理解できる。行き止まり？エレベーターのボタンみたいなのがあるね。あ、エレベーターなんですねここ。ふむふむ、シミュレーションシナリオ、か。何ですかこの紙は。どうやらこの施設にはハンバーガーや、病院、墓地、テーマパーク、計4つの仕事場、シミュレーションシナリオが用意されているようですな。主人公は何かの実験でその4つのシナリオのうちの1つ、ハンバーガー屋で働かされていたと。壮大な展開になってきましたな。一体どういった実験だったんだろう。我々が体験したハンバーガー屋の項目には視覚、聴覚にトラウマを与え洗脳して低賃金で働かせるみたいなことが書かれているっぽいわね。とんでもないブラック企業じゃないですか。この施設は奴隷人間を作る実験をしていたのかな。恐ろしい。あのまま働き続けていたら主人公とんでもないことになっていたんですね。しかしなぜ急に実験が中断されたのだろうか。システム的なトラブルですかね。ほう、ここが施設の内部か。暗くてよく見えないけどめちゃくちゃになってませんか？まるでここだけ爆破されたような荒れっぷりだ。内部で揉め事でもあったんですかねー。おかげで助かりましたわ。誰もいないね。職員はみんな避難したんですかね。結構立派な施設だねー。一体どこのドイツがこんな施設作ったんや。
もしかしてこの人が？この柿の種好きそうな顔したおっさんが創設者なのか。いかにも悪いことしてそうな顔でしたねー。おっさんめ、どこに嫌がる、とっちめたるぞ。もうすでに施設からは避難していそうですけどねー。モニターに緊急行動通知って表示が。この通知って国家緊急事態を住民に警告するために使用されるやつやん。今この奥から銃声のような音が聞こえてきましたよ。なんだなんだ、調べてみよう。進むのが怖い。この辺かな。ひえ、誰か死んどる。先ほどの銃声、自ら命を絶ったのでしょうか。このテープは何だろ。再生してみましょう。A good man, but he has lost his mind. Surely, I've lost mine as well. We cannot cure death. We cannot even cure our own avarice and vanity. And we surely cannot stop what's coming. What? どういうことだったの？映像の人はここで働く従業員の一人で、日々エスカレートする実験の内容に耐えかね施設を破壊したって感じかしら。今のビデオはその実験を告発するために撮ったものだったのでしょうか。彼が言うにこのビデオはすでにいくつかのマスメディアに送ってあるらしいわ。ハンバーガー屋でのバイトの裏でこんなにも壮大なことが起こっていたとは。ストーリー性のある作品でしたな。いやー、なかなかに恐ろしかったです。はい、ということで無事クリアできましたので本日の実況はこれにて終了とさせていただきたいと思います。無事クリアとは言い難い終わり方でしたけどね。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。